ヴィンセントバックは、バーデンバイ、ウィーン生まれの音楽家、楽器制作者であり、ヴィンセントバックコーポレーションの創業者である。金管楽器、ヴィンセントバックは、オーストリア・ハンガリー帝国首都、ウィーン近郊のバーデンバイ・ウィーンで、フィンセント・シュローテンバッハとして生まれた。シュローテンバッハは、バイオリンとビューグルの訓練を受け、12歳の時にトランペットに転校した。15歳の時、 最初の楽器として、ロータリーバルブ式トランペットを購入した。音楽家となることを絶望したが、音楽家としてのキャリアは家族による指示を受けられなかった。20歳で、機械工学学校で工学の学位を得て卒業した。その後の兵役義務の間、バックはオーストリアハンガリー帝国海軍で軍部に就いた。その後、エレベーター係としての期間を経て、二度目の徴兵を、 受けてオーストリア海兵隊バンドで軍隊音楽家としての軍部に就いた。軍隊経験はバックに家族の望みに反して音楽家としてのキャリアを追求する気を起こさせた。フィンチェント・シュローテンバッフ派はアレキサンダーのコルネットで欧州を演奏して回ったが1914年にイングランド滞在時に第一次世界大戦の政治に巻き込まれ敵国人として監禁を逃れる必要が出た。 彼は名前をビンセント・バックに改名し、アメリカ合衆国へと逃亡した。ベッソンの楽器と共に、アメリカに到着すると、バックはボストン公共楽団の指揮者であったカール・ムックに手紙を書き、採用してもらった。ボストンの同僚トランペット奏者、グスタフ・ハイムを通して、バックはフランク・ホルトン・カンパニーを知り、低ピッチモデルのホルトントランペットを演奏し始めた。 一年後、バックはメトロポリタンオペラの首席トランペット奏者として演奏していた。米国での最初の3年間で、バックは独奏曲の作曲、エジソン・レイベルでの録音、後の著作、ザート・オブ・トランペット・プレイングの多くの小冊子版の執筆、ホルトンの楽器の宣伝など多くの音楽分野の冒険的事業を進めた。 ピッツバーグでの演奏旅行の間、バックのマウスピースがこれを手直ししようとしたリペアマンによって破壊された。ニューヨークに戻ると、バックは金管マウスピースの実験を開始した。バックは第306野戦法連帯バンドのバンドマスターとして軍務に就いた時にもより高品質の楽器の必要性を認識した。ビンセントバックが最後に奏者としての仕事に就いたのは、 米国の市民権を得た1年後の1926年で、たった数ヶ月のうちに2つ以上のオーケストラのポジションを受けた。その他の公の場での演奏は、1927年から1929年の間に、自身の楽器の販売促進のため、ラジオ及び録音でソリストとして演奏したのみである。ビンセントバックトランペットのマウスピース1918年に、 群務を終えた後、ニューヨークのセルマーの楽器屋の後ろでマウスピース作りを始めたバックは、1924年に、ストラディバリウスブランドの下で、トランペットとコルネットの生産へと事業を拡大した。1928年までに、ブロンクス工場へ場所を移し、トロンボーンを製品種目に加えた。会社は大恐慌を生き延び、1953年までに、ニューヨーク州、 マウントバーロンへ移転した。第二次世界大戦中にジョルジュ・マジェと協力して、バックは大口径シーカントランペットを開発した。この楽器はアメリカのオーケストラのトランペット奏者のスタンダードとなった。1961年71歳の時にバックは会社をコーンセルマーシャへ売却した。バックの楽器はその品質のため高い評価を得て広く使用されるようになった。 バックのビューグルのうち2本はアメリカ合衆国大統領の葬儀において重要な位置を占めた。1本はジョン・カイ・ケネディ、ドワイト・アイゼンハワー、リンドン・ジョンソンの葬儀で使用され、現在はアーリントン国立墓地に展示されている。もう1本はロナルド・レーガンの葬儀で使用された。1週間にわたる検討の後、レーガン家、バックの甥の息子、軍、ビューグル奏者は 演奏者が20年間使用してきた楽器を選択して、ケネディのビューグルを使用しないことを決定した。この楽器はその後、ロナルド・レーガン記念図書館に収蔵された。事業の売却後、ビンセント・バックは研究者としての立場に留まり続け、少なくとも1974年まで働き続けた。バックは1976年1月8日にニューヨークで死去した。バックはニューヨーク州、 バルハラにある、ケンシコ墓地に埋葬された。ありがとうございます。